夕方ですけども西湯の浦園地、っていうところがね、また景色が良さそうなんで、行ってみましょうかね。ちょっと時間を外しているので、今誰もいないですね。園地というのかな、ここはわりかし前からあったんだけど、こんな整備されたのは最近じゃないかな、もうかなりコンパクトというかね、数分間でここの展望まで、来ることができるので、大観望とかよりね、さらに、身近な、展望場になるのかなというふうに思います。もう5時10分ぐらい、夕方もねちょっと日が当たってる方が見えるので綺麗かなと思います。はい、阿蘇のね魅力を今後もお伝えしていきたいと思います。登山家山ちゃんでした。さよなら。